前らのターゲットが大富豪バッテラだ。もちろんグリードアイランドです。絶対にジンの手がかりを掴んでみせる。地下競売は結局中止になったわ。残りの品は後日ネットオークションになるそうよ。スクワラが殺されたの。エリザの動揺ぶりにショックを受けていたわ。それで自分から帰るって言い出して。続いてこの品、幻のゲームグリードアイランドです。このゲームは死を伴う大変危険なものなので、覚悟のある方のみご参加ください。じゃあこれは201番、さらに倍、245番。バカお前、16番、一気にアップで305億です。グリードアイランドのゲームクリアに協力しますよ。ふざけてないでさっさと帰りなさい。まあ待ちなさい。この会場に入れたというだけでも君たちが特別なのはわかる。一つのカードには一人分のデータしかセーブできないんだ。俺たちグリードアイランドのセーブデータを持ってるんです。念は使えるんだろ。ちょっと蓮を見せてもらおうか。やってからじゃ遅いんだよ坊や。死んでくれるのならまだいいが、ダラダラと延命されるのが厄介。現実世界に戻ることを諦め、ずっとゲームの中で生き延びようとしている。もし参加する気があるのなら、その間せいぜい念を磨くことだな。言われなくったってやるよ。私たち盗賊、盗むに決まってる。おお、本当に消えちまった。どんなゲームなのこれ。実際に死ぬかもしれねえゲームだったよ。初、つまり必殺技さ。リスクは重すぎず軽すぎず、かつ自分の系統に合ってて。おい、何かあるだろ漠然と。でもさ、うん、とにかくすごいの。一体な。じゃあキルアはどうなのさ。とっくにあるよ。こうして脅しでもしないと、あいつすぐ横道にそれるからな。絶対見返してやる。熱心だな。プレイヤー先行審査か。ねえ、クラピカは一体どんな修行をしたの？俺の師匠になってよ。クラピカなら的確に悪いとことか指摘してくれそうだもん。残念だがそれはできない。必殺技か。君たちらしいね。結論から言うと、強化系に必殺技は必要ありません。部屋牙の必殺技もどきなど見せられたら失望するでしょ。そのクラピカという人の真似だけは絶対にしてはいけない。君が覚えたこと全部、それを同時にです。天オーラを肉体の周りに留め。しっかりしろよゴン。もたもたしてっと一気に置いてくぜ。今日はオーラを目に集中して隠れたオーラを見つければ。よし、できた。ダメだ。何か掴んだな。負けないぜゴン。本当にいいのか、あいつらに内緒で。二人は今1分1秒を惜しんで修行しているからな。見たところあんたには心を開いてるみたいだし、うまくブレーキかけてやってくれ。ええ、帰っちゃったの。また会えるし、今は修行を頑張れってよ。16番、602億でグリードアイランド落札。結局7本とも全部落札しちまった。このゲームに参加するには念能力が不可欠。そこで審査の方法ですが。32名、合格者が出た時点で審査は終了とする。それでは1番目の方どうぞ。最低限の説明、わからないことだらけ。すでに10人近くが中に入ったのに誰一人出てこない。ついぞ俺たちも並ぶべきか。10年以上もクリアした者がいないとされるゲーム。主催者側から考えたら、せっかく集めた人たちの実力は全員確かめておきたいと思うのが人情かな。俺の名はプーハット。ああいううんちくたれんのに限って落ちたりすんだぜ。プーハ聞こえるよ。初でもいいの？構わんよ。合格だ。さてゴンは大丈夫かな。今の音お前か。おい、乾杯。とりあえず第一関門突破だな。ジェニーの報酬を与える。特に問題はねえだろう。うん、じゃあサインして終わりだな。レオリオ試験頑張ってね。おう、お前らも気ぃつけてな。俺たちはもっと早くゲームクリアするつもりだけどな。このゲームはソフトそれぞれが独立してるわけではない。どのハード機からスタートしても行き着く先は皆同じ。君は確かセーブデータを持っていたね。くっそー、17番目かよ。ならば指輪をはめてゲームをスタートし。グリードアイランドへようこそ。ゴンフリークス様です。このゲームは
指定されたカードを集めるゲームです。それは集めたカードを収める本になる。デーポケットに入る100枚のカードをコンプリートすること。それがこのゲームのクリア条件となります。逆にカードをアイテムとして使いたい場合はゲインという魔法を使います。お分かりになりましたか？うん、なんとか。あとはゲームを進めながらより詳しい情報をご自分で入手してください。ジン・フリークス様からのメッセージです。これは俺が仲間と作ったゲームだ。楽しんでいってくれ。思う存分プレイしてくれ。見られてる。どこからか。見られてるな。お、切るわ。おまた町らしき影は全然見えない。ゲーム初心者なのはバレバレ。ここはスティールのカードで。トレースオン、キルラーを攻撃。うっ、リターンオン、マサドラへ。そんなにゲームをクリアしたいの？実はゲームのクリアが目的じゃないんだ。わかった。いいよ。30分以内に完食すればお題はタダ。はいやー、やられたね。はい、商品のガルガイダーね。1217。うん、つまりこのアイテムカードは、ま、クズアイテムかな。突然体が爆発したんだ。この圧倒的な死体の存在感、とてもゲームとは思えない。安心しな。これより俺たちと組まないか。確実にゲームをクリアできる方法がある。様々な連中があのスタート地点を見張っている。その枠も来れば教えてやるよ。ブック、これが君たちが初心者だという証拠だ。ファインダーを出す。ハッタリは大事だ。キルア、行ってみようよ。キルアにかけられたスペルも気になるし。じゃあ始めようか。たった今また一人プレイヤーがやられた。ボーマーの仕業だ。それらのスペルを新参プレイヤーにかけるためスタート地点で見張ってる連中がいる。しかし最近他のプレイヤーから強引に奪うものが増えてきた。で、抵抗する者は簡単に殺す。煮詰まった状況を打破しない限り殺戮は繰り返される。だから俺たちはピリオドを…なんだよ、じゃあ結局力ずくで奪うのか。プレイヤーを悩ませ続けたカード化限度枚数、それを逆手に取る。他にクリアする方法はない。ゲームをクリアしたらその報酬はどう分けるんだ。それを仲間全員で山分けする。500億を山分けってのは正直きついが、3ヶ月でクリアっていう期限付きが気に入った。君たちはどうする？俺はいい。リーダーがそう言うんだね。俺もパス。こちらから迎えに行く。もしフリーポケットにカードがあれば今のうちに渡してもらおう。君たちがその期限内に戻ってこなければリタイアしたものとみなす。ごめんねキルア、どうしても我慢できなくなっちゃって。それよか、さっきなんで怒ってたんだよ。他の人を傷つけてまでカードを取ろうとするなんて。だからこそのあんたは専用ゲームだろ。やり方はハメみたいでかっこ悪いけどな。俺たちはゲームを楽しもうぜ。ありがとう。なるほど、そういうわけ。それにしてもいいわね、若い男の子の無垢な友情。優勝はキルア選手。イエス、オッケー。まず1枚ゲット。待て、ブック。ブック、お前らがこのゲームに来たばっかりなのは分かってる。リフオン、キルアを攻撃。あんたアマチュアだろ。わざわざ大会に出るなんて間抜けのやることさ。分かったかな坊やたち。君たちにやってもらうのはスペルカードの収集。大天使の息吹を守るために。なるほど。とにかく作戦遂行のためにまず全員に全40種類のスペルカードを頭に叩き込んでもらう。ゲイン、やっぱこれじゃ分かんないな。聞いてみようよ。この山は山賊の住処だ。ガゼンロープレっぽくなってきたぜ。私も仲間に入れてください。こうなったら修復不可能になるまでメタメタに。ほら町屋が。
服でよかったら。何にもなしかい。身ぐるみ剥がされた上に一文無しになっちゃったね。キルアが秘密の修行でどんな技を身につけたか見せてもらうよ。動きには無駄が多いけど、ま、なかなかだわね。うん、見かけ倒しだったな。こいつ弱いよけど早い。とにかく捕まえよう。結局逃げられちゃったね。まああんなやつばっかの方が早くマサドラについていい。こいつら磨けばすぐにでも光り輝く原石じゃないの。今度は手ごわそうだね。ここか。これからは私が指を立てたらすかさず行。なんだよ急に偉そう。私はプロハンターのゲットクルーグ。念を覚えて40年ババージュン。